バクシープラットフォームはプロの e スポーツ選手に様々な使用習慣に対応する幅広い種類のマウスデザインを提供することを目的としています。すでに市場には優れたマウスデザインが多数存在しており、弊社は同様の外観を持つマウスを開発するつもりはありません。その代わり他のブランドと協力し、実用性と高品質を確保しながらプロの e スポーツ選手に役立つ様々な製品を提供したいと考えています。私たちは忍術と空のデザインを採用し、バクシーのマウスとワイヤレスアーキテクチャを組み合わせることで e スポーツ市場に新たな選択肢を提供するというアイデアを提案したところ、忍術層がこのビジョンに賛同してくれたことに感謝しています。今回バクシー忍術と空 4K ワイヤレスマウスを発表できることを嬉しく思います。忍術と空と空 V2 の間にはわずかな形状の違いがあります。空は背面がより丸みを帯びています。空 V2 が最近リリースされたことを踏まえ、初代空を好む方々にも対応したいと考えました。空のデザインは多くの人々に愛されてきたため、バクシー忍術と空 4K では空のオリジナルデザインを踏襲しています。空の形状はすでに多くの方に親しまれていますので、今回はボタンプレートの調整についてご紹介いたします。今回のバージョンでは空のボタンの前面が丸みを帯び、指を伸ばした状態で押しやすくなっています。空の形状にまだ馴染みのない方はカスタマーサービスまでお問い合わせください。お客様のご要望に応じて対応させていただきます。ワイヤレス通信に関してはバクシー忍術と空 4K はバクシーの 4K ワイヤレス技術と3950センサーを搭載しています。ピクサートチームの協力により、このワイヤレス通信は優れた対干渉性と超低レイテンシーを実現し、厳しいトーナメントテストに合格して競技プレイヤーの安定性要件を満たしています。ボタンの感触については NP、AX、XES モデルで採用されているスイッチと同じものが使用されており、安定した素早い反発力を提供し、誤作動を最小限に抑える NP01S と同様のクリック感を実現しています。さらにボタンの設計を調整し、ぐらつきが低減され、激しい押し込みによる位置ずれが防止され、操作性が向上しました。より軽量なものを好む方々、あるいはもともと空 V2 の超軽量タイプを気に入ってお使いの方々にはお詫び申し上げます。このバージョンの空の重量は59-60g で、品質と耐久性を考慮した上で現時点で達成可能な最低重量です。クリックの遅延については、空は E1 と同じ高速なクリックの遅延を実現しており、 L は 0ms、 M は 2ms、 H は 4ms です。その他の点、例えばバッテリー寿命、充電ケーブル、トラッキングモード、底面のボタン、リフトオフディスタンス調整、コーティングなどについては、すべて XES ビデオで紹介されたバクシーワイヤレスマウスの構造を採用しています。さらに詳しい情報についてはコメント欄の動画リンクを参照してください。全体としてバクシー忍術と空 4K ワイヤレスマウスは、快適な形状と安定した構造という忍術とバクシー双方の強みを兼ね備えています。販売チャンネルに関しては、バクシープラットフォームは高品質なサービスを提供するために自社プラットフォームでの販売にこだわっています。そのため販売地域や配送の利便性は多少限定的です。ただより多くの方々にこの商品に興味を持っていただけるよう、忍術の販売チャンネルでも購入できるようにしました。アフターサービスをより充実させるため、バクシープラットフォームで販売している色は白と新たに追加されたグレー、忍術で販売している色は黒、青、オレンジ、ピンク、新たに追加された赤です。バクシープラットフォームがマウスブランドと提携するのは今回が初めてです。忍術の信頼と支援に感謝するとともに、この提携モデルを活用して当社の価値観を共有するパートナーをさらに見つけ、バクシープラットフォームの製品ラインを充実させ、バクシーを愛する方々にさらにいいサービスを提供していきたいと考えています。以上で当社の紹介をすべて終了させていただきます。ご質問などございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。ありがとうございました。